どうとかこうとか最近ちょこちょこ言い出して、なんか大丈夫かなこの人って感じだったっすね。あと殺人事件に異様に興味を示してましたね。諏訪野の殺人でもやたら執着してて、あの時はちょっと引いちゃいました。から撮影に入ると突っ走ることとかあって、旗から見ててヒヤヒヤさせられること多かったっすね。走り出すと前以外見えなくなるというか、勢いで行動しちゃうというかですね。今回も何か勢いで人を殺しちゃったとしても不思議じゃないというか、やっぱりって感じです。そうそう、それに普段から何かっつーと領収書もらおうとするタイプで、何でも経費で落とそうとするからせこいなーって感じだったっす。それに事件の直前、私無理やり水着にさせられて撮影されたんです。その時の目線がもうほんとキモくて鳥肌もので、あーあれキモかったねー。あとあと事務所のトイレの蓋、何度言っても開けっぱなしで、ほんとだらしなかったっす。ハンカチもよく忘れてて、神社で手水使った後ズボンでこっそり拭いてたりしてましたよ。それからあとこんなことも、マジゲロバカ。いきなり一人で逃げ出すなんて何考えてんだっての。もうまだニュースにはなってないみたいですね。マジ指名手配とかされてないのかな。よくわからないですけど、少なくとも公表はしてないんじゃないでしょうか。ってことはどういうことなんだろう。警察の方でもまだ監督が犯人とは断定しきれてないのかもしれませんね。そうなのかな。だったらそれこそしっかり取り調べ受けて釈明すりゃいいのに、なんであのバカ逃げるなんて真似してんだっての。スあの監督からあの後連絡は。なんもどころか、こっちから何度かけてもガイダンスしか流れないし、どうも電源切ってるみたい。ですか。ま、ずっとこうしててもしゃあないし、ちょっと三沢のおっさんたちに様子聞いてこよっか。そうですね。何かその後の足取りをつかんでるかもですし。それ
と、あの監督の同級生だったっていう社中の、ああ、遠峰さんだったかな。そうですそうです、その遠峰さんにも話を聞いてみませんか。友達になら何か連絡してるかもしれません。なるほど、そうだね。んじゃまあちょっと行ってみますか。はい。つ。奴から連絡はあったか。あ、いや全然ないっすけど。本当か。嘘をつくとためにならんぞ。嘘じゃねえっすよ、こっちもどうなったか知りたくて来たんすから。どうだか。腹立つな、マジっすよ。そもそもこっちからの電話にも出ないんすから。分かってる、こっちも GPS を追ってるが反応ないからな。あの野郎多分それ分かってて電源切ってやがる。あ、そういうことか。さすが監督、悪知恵が回んな。ああ、いや困ったやつだなーって意味っす。あのちょっといいですか。なんだ。監督はどうなるんです。私正直なところとても監督が犯人だとは思えないんですが。凶器から指紋が出ている以上、重要参考人として取り調べを受けるのは避けられねえ。当たり前のことだ。それはそもそもだ。何もやってねえなら素直に同行して潔白を訴えりゃいい。なのになんで奴は逃げた。ひとはさん、あなたは優しい女性だ。その優しさにつけ込んで、あの男はあなたを騙しているだけなんですよ。騙してる。そう、凶悪な殺人犯である素顔を隠して騙していたんです。もう奴には関わらない方がいい。それに先ほど奴には正式に逮捕状が出てるんですからね。逮捕状っすか。そうだ、札が出た以上合わせて指名手配にもかける。つまり被疑者から指定重要指名手配被疑者へとランクアップってわけだ。そんな大事じゃないっすか。ま、そういうわけだからな。奴から何か連絡があれば必ずこちらに知らせろ。下手にかくまうとお前たちも犯人隠匿罪でしょっぴくことになるぞ。ちょっといいっすかね。皆さん、うん、構いませんよ。
なんかあったんすかね。なんかちょっと様子が昨日までと違うような。うん、ああそれが。その君たちの監督、つまり八雲氏のことなんだが、警察に追い詰められて逃走したと、そんな噂が流れててね。その様子だとどうやら本当みたいね。つまり彼が犯人ってこと？いや、それはそのなんつうか、そんなわけないと思うんすけど。でも今も逃げてるんでしょ？それって自白してるようなもんじゃない？ああ、いや、まあそう思われてもしゃあないとは思うんすけど。だったら。鳥山くん。犯人かどうかは警察が明らかにしてくれるだろう。今この人たちに疑いをぶつけても仕方ないよ。まだはっきりとしていないうちから人を犯人扱いしてしまうのもよくない。うん、まあそれはそうだけど。奴から君たちに何か連絡はないのかい？いえ、今のところ何も。そっか。たくマックスのやつ、警察から逃げるなんて何を考えてるんだ。まさかとは思うけど、思い詰めてバカな真似をしでかさないか心配だ。僕の方でも心当たりを当たってみるよ。心当たり、何かあるんですか？映像学校時代から奴のお気に入りの場所はいくつか知ってる。共通の知人も何人かいるし、もしかしたらその誰かを頼ってるかもしれないからね。そうですか。何か分かったら君たちにも教えるよ。え、お願いします。今日は最悪だね。す、正式に逮捕状が出たって言われるとやっぱりショックですね。でも どうかした？ひとはちゃん。ひとはちゃん？あ、顔色悪いけどどうしたの？なんかヤバいメール？その今事務所からメールが来て、プロジェクトがペンディングになりそうだから戻ってこいって。え？ペンディング？監督の件、どうやら警察から磯上さんに問い合わせあったみたいで。あ、監督が殺人容疑で逃走中なんだもん。ウケるわ。アイネさん、私
ダメだよ、ひとはちゃん。戻らなきゃ。ひとはちゃん、これからが大事な人でしょ。マスコミに嗅ぎつけられる前に自分らから離れた方がいいっしょ。それは…でも…プロジェクトがペンディングになっちゃって、本当悪いけど…これ以上巻き込んでスキャンダルにでもなったら、自分らもどう謝っていいか分かんなくなるからさ。なんつうか、ほんと妙なことに巻き込んじゃってごめんね、ひとはちゃん。アイネさん、いや、おっしゃること、もっともだと思います。はい。はい、ええ。いえ、うちのヤグモがご迷惑をおかけしてすみません。はい。では。どうでした？いや、磯神さん大激怒っす。プロジェクトのペンディングはほぼ避けられない感じっすね。いくらなんでも弾けすぎだろって、えらい剣幕だったっすよ。そう。はあ、こりゃもうボーナスどころか職探しが必要だな。とにかく松江に戻りましょう、かなでさん。プロジェクトがなくなる以上、ここにいてもしょうがないし。す。ひとはちゃん？来ちゃいました。って何考えてんの。事務所から早く帰れって言われてるんでしょ。それはいいんです。いや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 、よくないよくない。下手すりゃスキャンダルで解雇だよ。マスコミに嗅ぎつけられる前に。いいんです。え、解雇になってもいいんです。納得いかないまま逃げて後悔するよりよっぽどマシです。ひとはちゃん、だってそうでしょ。銃で撃ってさらにその死体を燃やしてって、この事件おかしなことだらけじゃないですか。こんなことあのマックス監督がするなんて私には絶対に思えません。アイネさんだってそう思ってるんでしょ。ああ、まあそりゃね、そうは思ってるけど、だからってどうしようも。どうしようもありますよ。こうなったら私たちで事件を捜査して監督の疑いを晴らせばいいんです。うっ、
ジで？マジです。監督がやってたみたいに私たちもやってみるんです。あ、まあいけるのかな。いけますよきっと。アイネさん、やりましょう。やるだけやってみよっか。一応監督のことは信じたいし、なんつってもボーナスは捨てがたいし、いやこっちのことは。つかひとはちゃん、そんな勢いあるキャラだったっけ。何言ってるんですか。私やるときはやる女です。うん、まあそんなひとはちゃんもいいかな。そういうことだったら俺も協力しますよ。なでさんもでもいいんすか。もちろん、監督には随分世話になってるし、行きがかりってやつですから。おお、そりゃ助かるっす。じゃあ一丁やってみますか。ええ、三人で事件を解決して監督を助けましょう。おお。ところで、かなでさんってそんな超絶美青年顔でしたっけ。俺はずっとこの顔ですけど。私もさっき初めて気づいてちょっとびっくりしました。はあ。なんつうか、ここへ来て二人には驚かされまくりっつう感じだけど、とにかく頼もしいからオッケーってやつかな。でもまずは何から始めりゃいいんだろう。監督がやってたみたいに、もう一度事件に関する映像の確認、それと凶器についてもうちょっと調べておきたいです。凶器か。それに指紋がついてるから監督が犯人ってことになってるんだもんね。それさえ崩せれば少なくとも監督の潔白は証明できるってわけか。よし、じゃあまあ一丁やるだけやってみましょうか。はい。白石さん、あの、そちらの監督さんが犯人って本当ですか。え、あ、いや、それは私、聞きました。矢雲さんが警察に追われて逃げてるって。トールさんを撃ったのあの人なんでしょ。どこへ行ったんです。ちょっと落ち着いてください。我々の話を。あなたたちも犯人の仲間なんでしょ。そんな人の話聞けません。犯人の居場所を知ってるんでしょ。早く居場所を警察に教えてください。それともかくまってるんですか、犯人を。いや、我々は。
督さんは犯人じゃありません。でももう一度言います。監督さんは犯人じゃありません。そんな人じゃないのは私たちがよく知ってます。一昨夜あなたも監督と話したでしょ。あの時の監督は事件の真相を解こうと真剣でした。あれが犯人の態度だと思えますか。それは、でも、まあいきなり信じろって言ったって無理だろうから、それはいいっす。ただ自分らは監督の無実を信じて今事件を調べ直してるんすよ。なんで一個だけ質問に答えてもらえないっすかね。なんです。いや、一昨日の夜に聞きそびれてたんすけど、桜井さんから指示があったのって霊能者に怯えてる件、それと感触玉をキャンディーに混ぜておく件の二つだけだったと思っていいっすか。そのはずですけど。じゃあスモークを大量に出るやつとすり替えておくとかは。いえ、そんなことは言われませんでした。なるほど。今の多分重要な情報ですよね。うん、監督みたいにはいかないけど、自分らが気になったことはメモってこ。後で鳥山さんに会ってもう一度スモークをすり替えられそうな人物について確認しなきゃね。じゃあ約束通り一つ答えてもらったんで十分っす。ありがとう。そうですか。あの、はい。私、あなたたちのように八雲って人を信じたわけじゃありませんから。だからもう私に構わないでください。嫌われたもんだな。仕方ないですよ。彼女にとっては恋人の敵になってるんですから。大丈夫ですか、ひとはさん。大丈夫です。ちょっと張り切りすぎちゃったみたいで。彼女に向かって見事な啖呵切ったもんね。ちょっとびっくりしたかも。でも本心ですから。いやー、うちのアホ監督のためにあそこまで言ってくれてありがたいよ。まあでも昼からこの方、ひとはちゃんも張り切り同士だったし、この辺でちょっとだけ休んでこうか。そうですね、そうした方がいい。はい、すみません。気になることでもあるんですか？なんか引っかかるんだよね。
だろう。自分でもよくわかんないな。ここにあった畳が映っている映像もあるはずです。気になるなら見直してみますか。そうっすね。そうしてみようかな。封鎖テープ、昨日より範囲が狭くなってるね。もう社殿だけになってる。敷地内はもう調べ終わったってことなんでしょうけど、新しい手がかりはあったんでしょうか。あるなら知りたいけど、三沢刑事に聞いても教えてくれそうにないからな。凶器を調べさせろだ。頼んますよ。うちら監督の無実を証明したいんす。アホか。一般人に重要な証拠品を見せるなんて、そんなことできるわけねえだろ。そこをなんとかなりませんか。もちろん調べるだけですぐにお返ししますから。ダメダメ、寝言は寝て言ってんだ。つうか誰だよお前。カメラマンの奏です。今まで何度も会ってますけど。お前みたいな超絶美青年知らんわ。とにかくダメったらダメだ。ケイシノさん、そんな目で見ないでください。ヒトハさん、私だってあなたの願いを叶えてあげたい。しかし私にも警察官としての立場が。苦悩してんじゃねえよ。悩むまでもなくノードルが。ほら捜査の邪魔だ。とっとと出てけ出てけ。横暴だ。官憲による横暴だ。うるせえよ。漢字が分かるようになってんじゃねえよ。さっさと出てけ。くそー、もちろんただ別に。三沢さん、あの連中の戯言はともかくとして、なぜあいつを公開捜査へと切り替えないんです。ヤグモのやつ、すぐに見つかると思ったらしぶとく逃げ回ってるじゃないですか。このまま県境でも越えられて別の県警が逮捕なんてなったら、島根県警は赤っ端ですよ。そうなる前に公開して。おめえそれやっちまってみろ。うちの所長に謝罪会見開かせる羽目になりかねねえぞ。は？いいか、よく考えてみろ。確認できてる八雲と被害者の接点は、横倉当日に揉めてたってだけ。おまけに射殺した後に死体は左手首だけ残してなぜか丸焦げだ。薄い動機にわけのわからん殺害方法、いくら凶器に指紋があったって言っても、これで奴を本腰って決めつけるのは危険すぎるだろうが。それは無論奴が重要な被疑者なのは変わりがねえと言って、今大々的に世間に向けて奴が被疑者って発表しちまったらまずいってこった。はあ、たくあの野郎、世話かけやがって。
やあ、皆さん、こんにちは。こんにちは。お散歩か何かですか？ああ、いえ、ちょっと刑事さんたちから呼び出しをされてましてね。呼び出しってまだ事情聴取ってことすか？いやいや、どうも事件当日の様子を私も撮影してたことを聞きつけたらしくて、その映像データを提出してほしいってことだそうです。おお、なるほど。少しでも多くの手がかりが欲しいということですね。捜査が難航してるってことでしょうね。捜査範囲も少しずつ広げてるようです。今朝散歩してたら、近くの恵比寿神社にまで何人かの捜査員が来てるのを見ましたよ。鑑識の人みたいだったから、そこで何か発見されたんでしょうね。まずは遺体を撮影したとこですね。あれが一番亡くなってた畳がはっきり映ってるはずです。あれ、何度も見たくはないんすけどね。うわ、何度見てもきついな。でも特に変わったとこはないようですけど。ただ焦げ跡がついているだけですね。なんだろうな、どっかの映像で畳を見たとき違和感あったんだけど。だったら別の映像を見てみますか。夜神楽のシーンにも映ってるはずですけど。そうっすね。夜神楽の時のファイルはと。これ、桜井さんが撃たれる直前のシーンですね。こちらも特に変わったところは。あ！え？これ、ほら、ここの畳の色、周りと比べてみて。色が周囲の畳と少し違ってますね。この畳だけ緑っぽくって、少し新しい畳みたいに見えます。うん、これ夜神楽見るために社殿に入った時から気になってたんだ。それにほら、これは妙ですね。こちらの遺体が映っている映像では周囲の畳と同じ色に見える。これどういうことなんです？何か事件に関係があるってことなんですか？自分にもよくわかんないけど、何か大きな意味があるような気がする。お二人だけすか？あ、
遠峰君は事件の手がかりを自分も探すんだって言って出かけてるんだ。どうしても君たちの監督を助けたいらしくてね。遠峰さんが…うん。それでさっき鳥山君とも話してたんだが、彼がそこまで言うんだから私たちも八雲監督を信じてみようってね。そう今は思ってるんだ。すみません、そう言ってもらえると本当ありがたいっす。いや気にしなくていいよ。そもそも何もはっきりしないうちに誰かを疑うような真似は我々もしたくないからね。はい。ねえ、遠峰君ってそちらの監督さんと友人だって聞いてたけど、結構古い付き合いなの？映像の専門学校時代の同級生らしいっすね。その頃から馬があったとかなんとか言ってたっす。そっか、その頃からの付き合いならまあわかるわね。わかるって何がですか？いや、監督さんが逃げたって話聞いてからずいぶん心配してるみたいだったからさ、よほど友情を感じてるんだなと思って。遠峰さん、そんなに心配してくれてたんですか？ええ、共通の知人含めずいぶんあちこちに連絡して行方を探してたわよ。はあ、ほんとあちこちに心配かけて困ったおっさんっすね。白石さんの姿も見えないようですが、こちらに戻ってきてないですか？白石くんか。彼女が何か？いや、さっき現れたと思ったら車中をやめさせてほしいって言ってきてね。我々としても笛の担当は貴重だから引き止めたいところなんだが、もう意志は変わらないようだから諦めたところなんだ。ああ。まあ、あんなことがあったんだから、そういう気持ちになるのも無理はないのかな。そうかもしれませんね。鳥山さん、以前伺ったスモークのことなんですけど、発注したはずのものとすり替わってたっておっしゃってましたよね。ああ、そうだね。誰がやったのか知らないけど、私が発注したものとは違ってたよ。それって誰でもすり替えられるものなんでしょうか？つまり外部の人間でも？いや、外部の人間じゃ難しいんじゃないかな。スモークをショップから届けてもらったのは神楽当日の昼だし、それからこの部屋に出入りしていたのは基本メンバーだけだからね。メンバーなら可能だったってことすかね。ま、あそこの段ボール見りゃわかるように、はっきりマジックでスモークって書いてあるからね。メンバーなら誰でもあそこに入ってるってわかるしね。まあ確かにそうっすね。そういう話なら一番怪しいのは小道具担当の私だけどね。いや冗談きついっすよ。白石君をきっかけに他にも辞めるメンバーが出なきゃいいんだが。そんな雰囲気あるんですか？いや今のとこはないけど、やはり殺人事件ともなると動揺するものも多いだろうからね。それは多
分大丈夫だと思います。皆さん好きで集まった人たちなんですから、そんなに簡単に辞めたりしませんよ。そうか、うん、そうだといいな。そういえば白石さん社中辞めるらしいっすね。ああ、うん、あの子ね、ちょっと妙だったからね。親しい人が神楽の最中に亡くなったら無理もないとは思います。さっき会った時も思い詰めた様子でしたから。思い詰めた様子だった？あの子が？ええ、それで少しお話ししたんですけど。やっぱり妙だわ。さっき戻ってきて辞めるって話し出した時は妙に楽しそうな様子でさ。確かに今朝までは思い詰めた様子だったから、急に何があったんだろうと思ってたのよ。楽しそう？白石さんがですか？うん、そりゃあそこまであからさまじゃないけどさ、やっぱりそういう雰囲気わかるじゃない。それも大阪に引っ越すから車中は続けられないとか言ってね、スマホで引っ越し先のアパートを検索始めてんのよ。ありゃ新しい男でもできたんじゃない？今の若い子ってそういうとこドライだし。まさか桜井さん亡くなってまだ3日ですよ。そうっすよ。それでもう新しい彼氏ってマジだったらそれもうドライとかじゃなくて怖いっすもん。でもさ、物件検索してるの覗いてみたらどう見ても2人用なのよね。あの子の年で住むには高すぎるし広すぎるし、とにかく妙なのよ。それはシェアハウスじゃないですかね。ああそうそう、それシェアハウスじゃないっすか？友達と2人でとか。そうかな。なんか女の勘にビンビン来るのよね。君たちの監督さんからまだ何も連絡はないのかい？ええ、どこをほっつき歩いてんだか知りませんけど、全然音沙汰なしっす。心配だな。まあなんだかんだ言ってタフなおっさんすから、そんなに心配しなくても大丈夫っすよ。シェアハウスって流行ってんのかしらね。そんな番組は見たことあるけど。どうなんすかね。自分の連れとかだと同棲してるのはいますけど、そういうのはシェアハウスって感じじゃないっすもんね。そうよね。恋人でもめんどくさい時あるのに他人と暮らすなんて大変そうだわ。やはりここで待ってて正解だったな。モナミ君の予想通りだ。ですね。ヤグモ君ならここに宿を取ると思ってました。
イブセ監督、モナミさん、どうしてここに？苦境に立つ後輩に手を差し伸べる。たまにはそんな行為もしてみようと思ってね。あ、それじゃあ。磯上さんから話を聞いて、何か手助けできればと思って来たんですよ。私も八雲くんが殺人なんてするような人物ではないと信じてますから。灰島さん、イブセ監督、ありがとうございます。うちのアホ監督のことそんな風に思ってくれてるなんて、もうお二人に五光が差して見えるっす。礼はいい。それより世間に公表される前に彼の無実を晴らさなければ、いらぬスキャンダルを招くことになる。手短に今までの経緯を説明してくれるかね。大体のことは分かった。それなら無実を証明する手はありそうだ。え？本当ですか？ああ。モナミ君、例の解析ツール。ほら、以前うちのスタジオでテストしたやつ。なるほど。あれですか。あれならいけるかもしれませんね。その解析ツールというのは？今手元にはないのです。できるだけ早急に送らせるように手配しますので、明日にはお渡しできると思います。 はい。よし、では行こうか、モナミ君。はい、では皆さん、また用意できたら伺いますので。あ、はい、よろしくお願いします。どうやらここで凶器が見つかったの間違いないようですね。うん、そうみたいだけど、それだけじゃ。すっかり暗くなっちゃったね。なんか手がかりがあったような、なかったような。無駄じゃなかったと思いますよ。わずかとはいえ新しい情報も手に入ったし。まあそうなんすけどね。ただこんな程度の情報じゃ監督の無実を証明しようにもどうにも。ちょっと気になることがあるんですけど。ん？気になること？ええ、白石ひなさんの件なんですが。ああ、あの話ね。鳥山さんが言ってた楽しそうに引っ越し物件探してたってやつ。そうです、そうです。あの場ではまあ同調するのもどうかと思って流しておいたんですけど、やっぱりいろいろおかしいですよね。まあそうだね。事件後の言動や辰前神社での様子を見る限り、恋人である桜井氏が死んだことによるショックを受けてたのは間違いないと思います。ところが辰野前神社で我々と会った後、
社中のメンバーに辞めると次に現れた時は一転して楽しそうな雰囲気が感じられた。鳥山さんの見立て違いとか意図的に嘘ついてるとかじゃなければ、まあ情緒不安定もいいとこっすよね。普通に考えると私たちと会ってから何かいいことがあった、それで社中のメンバーに辞めるって言いに来たということなんじゃないでしょうか。いいことか。恋人の死を打ち消せるほどのことってことだよね。それってなんだろう。例えばなんですけど、その生きていた桜井さんから連絡があったとか。はあ？それは。いえ、その変なこと言っちゃいました、すみません。まあいいよいいよ。それよりなんでそう思ったのか、なんか理由ある？え、理由ですか？うん、勘だったらそれはそれでいいけどさ、なんかそう思った理由がありそうだなと思って。それが理由になるかどうかわからないですけど。あの、監督がミステリーで言う顔のない死体の話、三沢さんにしてたじゃないですか。顔のない死体ですか。古典的だが一つの大きなジャンルになってるし、今回のケースも一応それですね。ええ、それで大体パターンとしては死体が別人ということになってるんですけど、今回もそれなら遺体は別人で桜井さんは生きているんじゃないかと。なる。そういや、そんなミステリードラマいくつか見たことあるな。監督が三沢さんにそれを言った時は、大量の本人の血があったことや監督が脈がないのをその場で確認したことから否定されてましたけど。逆に言えばそれら全てに説明がつけば顔のない死体パターンだって証明できるわけだよね。ええ、じゃあどう説明つけるんだって言われると答えられませんけど。自分はひとはちゃんの意見に乗っかりたいかな。本当ですか？うん、なんつうのかな、それが一番白石さんの突然の変化に説明がつくと思うんだよね。死んだと思ってた恋人がやっぱ生きてましたって、それはウキウキで一緒に暮らす物件も探すよ。しかし血液や残された手首の問題は、そういうのっていろいろごまかしが効きそうじゃないですか。でも人の感情はいくら演技したところでそうそうごまかせるもんじゃないと思うんすよね。つまり白石さんの様子を聞く限りそういうことっす。なるほど。それじゃあ遺体に関する疑念を解いていくのが近道ですかね。そうっすね。ちょっと番に戻って映像再確認してみましょうか。この映像になんかおかしなとこあるかな。そもそもここまで人体が完全に灰になってるということ自体が不自然なんですけどね。ちょっと調べてみましたが、火葬場の例で言うと1000度前後の高温で最新式でも30分以上の時間がかかるそうです。普通の火事などの焼死体ならまずここまで灰にはなりません。ましてや手首だけが残ってるなんて。
それが人体発火現象つうか、あの霊能者の言うとこの地獄の豪華ってやつなんじゃないですか。アイネさん、霊能者がメールで言ってたこと信じてるんですか。まさか。うちの事務所心霊 DVD なんかよく制作してたから何人か会ったことあるけどさ、どいつもこいつも言ったもん勝ちのうさんくさいやつばっかだったよ。まさか今回のは物本ってこともないと思うけどね。ですよね。だとするとやっぱり偽装の可能性が高いってことですね。うん、でもそれを証明しないと。事件前のシーンにも何か手がかりがあるかもしれません。ちょっと見てみませんか。了解。んじゃあこの辺りからと。夜神楽が始まる前、長寿屋の前で何か言い争いしてるとこですね。うん、音声は取れてないから何言ってるか分かんないけど、ここで彼の松葉杖を監督が預かってる。ちょっと止めてもらえますか。うん、ほいっと。何か違和感があるような。あ、これん？ここおかしくないですか。長寿屋で口をすぐときって右手に柄杓を持って左手で受けて水を含みますよね。そういえば彼は右手で直接水の注ぎ口から受けて口に含んでますね。物知らずってこと？いえ、その前の松葉杖を渡すところからそうなんですけど、彼ずっと左手を動かしてないんです。なんか怖いこと思いついちゃったんだけど。私もです。す、んじゃ3人でせーので言ってみる。はい。す、んじゃせーの。彼の左手はこの時すでに切断されていた。
ざけやがって。奴の居場所がつかめました。何？どこだ？出雲市の稲佐の浜です。一瞬ではありますが、奴のスマホの GPS 信号を検知したんです。この野郎、出雲市まで移動してやがったか。付近の所轄に通達だ。奴を逃がすな。はっ。